動してきました。蛇は私たちに死をもたらすほど危険なこともありますが、その独特の美しさにより多くの国々で知恵の象徴とされています。しかし蛇たちの中にも特に変わった見た目や特徴的な習性を持つものが存在します。今回はそうした珍しい蛇を紹介します。スパイダーテイルド鎖蛇が発見されたのは比較的最近、2006年のことです。イラン西部の山岳地帯に住んでおり、主に昆虫を食べる鳥を餌とし、狩り以外の時間は岩の隙間に隠れて過ごします。このヘビの驚くべき特徴は、クモそっくりに見える尾を持っていることです。スパイダーテイルド鎖ヘビはこの尻尾で獲物となる鳥をおびき寄せるのです。同時にこの毒ヘビの突起のある荒い肌は、茶色の苔が点在する灰色の岩肌に完全に溶け込み、鳥たちがヘビの姿に気づくことはありません。このヘビは目の上に鱗で覆われた2つの柔らかい突起を持っています。これは本格的な角ではなく、飛び出た尾骨に似ており、このヘビの顔立ちを竜に似たものにしています。ヒゲミズヘビはヘビの世界の変わり者で、鼻先に細かく薄い鱗で覆われた2つの触手を持っています。この触手の役割についてはまだ正確に解明されていませんが、ある種のモーションセンサーであると考えられています。もう一つの奇妙な特徴は、このヘビの狩りの方法です。これを研究していると、この奇妙な鼻の触手のことを忘れてしまうほどなのです。ヒゲミズヘビは70から90センチメートル程度の中型のヘビで、東南アジアの淡水に生息しています。物理の法則と魚たちの習性、そしてちょっとしたトリックをうまく利用して小さな魚を捕まえて食べます。このトリックは人間の子供たちが遊びでよく使う手口です。それは友達に片側から近づき、彼の背後に手を伸ばし、自分がいない側の肩を触ります。友達はタッチされた方向を向きますが、そこには誰もいません。さてヒゲミズヘビは同様のトリックを使うのです。獲物となる魚を待ち、自分の上半身を曲げフック型になります。魚が近づいてくると、体の筋肉を収縮させ水に波を起こします。魚には保護メカニズムがあり、波を近くで感じると体を C の文字のように曲げ、振動源の反対方向に泳いでいきます。通常これで身の安全が保たれるのですが、ヘビがいる場合はそうではありません。魚が逃げようとする場所でヘビの頭が待ち構えているのです。しかもヘビは獲物の反応を非常に正確に予測しており、時には魚が開いたヘビの口に自分から飛び込むことすらあります。ヘビはただそれを飲み込むだけなのです。次はラバーボア。このしなやかで光沢のある体を見てください。ゴムのようなもちもちした手触りからこの名前が付けられています。また色にもご注目ください。まるでスプレーで塗装されたかのようです。これに笑顔と丸い尾を加えれば、立派な子供用のおもちゃになるでしょう。しかしラバーボアは決しておもちゃなどではなく、正真正銘本物の生き物です。ラバーボアは北アメリカ大陸に住んでいます。50センチメートル程度の小さめのヘビで、非常に動きの鈍いのが特徴です。このヘビは簡単に手で捕まえることができますし、噛むことさえしません。指に巻きついたり人間の手に収まったりして、捕まったことを心配する気配も見せません。ただしもしあまりにも急に掴んだりすると、反撃として肛門腺からかなり嫌な匂いのする液体をかけてくることがあるので注意が必要です。ヘアリーブッシュバイパーの外観はかなりルーズな感じと同時に、恐怖感を引き起こすものです。鱗をまとったフーリガンが嵐のようなパーティーの後に目を覚ましたところといった印象を受けます。このような外観は体にぴったりとくっついておらず、外側に曲がっている独特な鱗によるものです。このヘビは中央アフリカの森に生息しており、
この鱗のおかげで細くて滑りやすい木の枝や植物の茎を自由に移動することができます。ヘアリーブッシュバイパーは非常に小さめなヘビです。オスは約70センチ、メスは60センチ未満です。しかし小さいからといって危険がないということではなく、噛まれると健康に深刻な影響を受ける可能性があります。幸いなことにヘアリーブッシュバイパーは中央アフリカの鬱蒼とした熱帯林を好み、生息地は人間の居住地から遠く離れています。餌とするのはネズミやトカゲなどの小動物や鳥です。主に夜に活動し、日中は寝床で休んでいます。ジャワヤスリヘビを見ると体重が急激に減ったか、先々の成長に合わせて洋服を買ったかのような印象を受けます。いずれにせよジャワヤスリヘビの皮は明らかに大きすぎるように見えますが、これは多数のヒダの存在のためでしょう。このヘビは体長 2.5 メートル程度まで成長し、海岸に近いマングローブ林、河口など淡水と塩水の合流点に住み、時には海で泳ぐこともあります。かなり不器用で動きの遅い非常に怠け者な生き物です。水中の生活に慣れており、大きな必要性がない限り水から入れることはありません。呼吸も水面から鼻先を少し出して行います。同時にこのヘビは非常に攻撃的であり、近寄ってくる人々や大型動物に躊躇なく襲いかかってくることがあります。もっとも逃げることも少なくありません。ジャワヤスリヘビをよく知る人々は、怒ったヘビに噛まれても口から手を引っ張ろうとしてはいけないと言います。少しそのまま待てばジャワヤスリヘビ自身が離してくれるそうです。そうでないと大怪我を負うことになります。豆の鞘のようなものが木からぶら下がっているのを見てもすぐに手を出してはいけません。特にそれがマダガスカル島でのことならです。なぜならそれはこの島の固有種であるテングキノボリヘビかもしれないからです。このヘビは毒を持ちますが、人間にとっては致命的ではありません。患部は腫れ、激しい痛みに数時間苦しむことにはなりますが、通常命の心配はありません。テングキノボリヘビは進化の過程で肥大化した鱗からできた尖った鼻を手に入れました。この宝物の真の目的はまだ明らかになっていません。最初研究者たちは繁殖パートナーを引きつけるために使用すると考えましたが、子供のヘビがすでにテング状態で生まれることから、この仮説は正しくないという結論に達しました。現在ではこれは擬態のためであるという説が定着しています。銃口のように尖った口先の構造は他のヘビとは全く異なるためです。さらにマダガスカルには多くのバニラの木があり、その鞘はオスの形によく似ているからです。ツノクサリヘビはキリスト教では卑劣、誘惑、悪の勢力に関連付けられています。しかし考えてみてください。ヘビ、しかも角を持つヘビです。このヘビがキリスト教の強い国に住んでいたなら、種の歴史は悲しいものであったでしょう。角のあるこのヘビはヨーロッパでは悪魔のシンボルでしたが、現在でも生息しているエジプトでは崇敬の対象とされました。このヘビのシュッという音をもとに F の発音を表す象形文字が作られています。ちなみに中断することなく最大2分間も続くこの威嚇の声も特別な注目に値します。このヘビは急いで隠れる必要があるとき、肋骨を広げて体を平らにし、脇腹の鱗が掘削機の役割を果たすようにうねり始めます。ほんの数秒間で地面には目と角だけが残ります。角は砂から目を保護するために必要なのだと考えられています。ツノクサリヘビは毒を持っていますが、噛まれたとしても死に至ることは稀です。南アジアの海の暖かい水域とその水が洗う海岸はありとあらゆる奇妙な生物の宝庫です。こちらはジャワ島、スマトラ島、カリマンタン島と
インドシナ半島に住む珍しいミツウロコヘビです。このヘビの主な特徴はそのユニークな皮膚です。学名のゼノデルマスとはラテン語で不思議な皮膚という意味です。実際このヘビの鱗の構造はワニに似ていて、地元の人々はこのヘビは皮膚をドラゴンから盗んできたと信じています。ドラゴンを特に思わせるのは背中に走る3本の大きなキールで、その間に鱗が散在しています。ミツウロコヘビは数の少ない珍しいヘビなので、その習性と繁殖についてはほとんど知られていません。ライノセラスアーダーのライノはサイという意味です。このヘビは珍しいだけではなく非常に美しくもあります。皮膚の模様は万華鏡のように非常に明るくカラフルなので、どんなおしゃれさんも満足することでしょう。しかもこの種のヘビ一匹一匹が人間の指紋のようにそれぞれ異なる模様を持っています。ライノセラスアーダーには肥大化した鱗からできた一対の角があります。あるものにはこの角は両側の鼻孔のあたりに位置し、あるものにはやや後ろの方にあり、さらには一つに融合しサイではなくユニコーンとなっているものまで存在します。このヘビは中央および西アフリカの湿度の高い熱帯林に住んでいます。そこではカラフルな体は目立つのではなく、むしろ落ち葉や枝の中に隠れるのを助けます。ライノセラツアーダーは毒を持っており、その毒は交渉部位の周囲の組織に直接作用し壊死させてしまいます。幸いなことにこのヘビは人間の居住地域の近くには生息していないため、人間が出くわすことは滅多にありません。さてご覧になった通り、ヘビの世界にも変わり者がいるようです。皆さんはどのヘビが最も気に入りましたか？コメントに書いてください。この動画が面白いと思ったらいいねを押してください。またお会いしましょう。